という日がやってきたということで、滑る代表ホリデーは滑らないように今日は宣伝し全身全霊か、ちょっと何が A なんですか。なんか言いましたよ私。いや、わかんない。まあ、なんでも A だわな、はい、まあいいぞ、いい感じだぞ、はい、今日いいね、今日いい感じです。いいぞ。そんな感じで今日も全身全霊頑張ります。よろしくお願いします。もうちょっと心配されがちじゃないですか、そのトークといえば。確かに。だけど今日はだけど今日は投票、ちょっとカノンに投票してくださった方、任せてください。もうめっちゃ頑張るんで。すごい自信に。よかったね。はい、ちょっと靴が脱げてしまいました。私が踏みました。え、靴を。いいよ、踏みました。あ、でもいい感じに取れたんで。うん、かっこよかった。すごい、すごい、すごい、すっごい真剣な顔で靴持って。いや、でも何事もなかった。偉いなと思って。うん、でもさすが。確かに。いや、あれは滑ってないです。すごい声で反応してきた。あれは滑ってない。滑ってないから。その中で奇跡みたいに君と出会えた。手を伸ばせば掴めるよ、カノン。諦めたらゲーム終了さ。もったいない、もったいない、この瞬間もかけがえないの。もったいない、もったいない、きっとできるよ。生きた今宵にあの夜会がまた開かれる。でしょー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 の時リーホンフリー。耳を疑う巧みなアクセント、独特な擬音を駆使し滑らない話を操る擬音のマジシャン宮川大輔。アリーケロサーバー、その観点で最近あふれる滑らない話を繰り出す和牛のスペシャリスト千原ギラサワ、スカルラナイキサイミー水打ち滑らない話の真実勇気あるのか男、キングオブ滑らない。どうですか、桜田さん初登場ですね。あ、もうサイコロが当たらないことを祈るだけです。次の次、はい、はい、せーの、じゃん。プレシャスの森崎千秋さん。はい、はい、私はよく美容院に行くんですよ、これでも。だってわかる。このシンプルな頭してますけど、よく月1くらいで行くんですよね。あんまツイートしてなくてもよく行ってるんです、それで美容師さんってよく、うん、なんか大学生とかなんかいろいろ質問してくるじゃないですか。ありますね。あるね。まあそれがあんま好きではないんです、うんうん、あ、そんな感じする。なんかちょっとあんまり苦手で、苦手そう。でいつも適当に答えちゃうんですよ、うん、なんか大学生って聞かれたらはいって、うち大学生じゃないんですけど、うん、適当にあはいって言っちゃうんですけどうん、うん、それで一回大学生って言った時に失敗したのが、あ、どこの大学行ってるのって言われて、うん、私大学の名前とか知らないんで、うん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 、あ、いやダメだと思って、うん、ちょっとここら辺ですって言ったんです。濁した、だいぶ濁した。とりあえずここら辺ですって言ったら、うん、何かなのって言われて、うん、と思ってちょっと何かとか分かんないと思ったんで、うん、高校の記憶をたどれば普通科ってあったなと思って、うん、そうだね。で、私、あ、普通科ですって言ったんですよ、うん、そしたら大学って普通科ないみたいですね、なんか、うん、そうですね、一般的に聞いたことないです。で、普通科ってなんてあるのって言われて、え、あ、ないですかねって言って、でもなんかその後なんかちょっと気まずくなっちゃって、その方とは。で、私もう二度とそこ行ってないんですけど
っていうのがまず一件とかそういうのが結構あるんですよ。適当に点々としてるんですよ。嘘ついて失敗するみたいなのが多くって、うん、でこの間行った美容院の話です、うんうんうん、ここからが本題なんですけど、うんうんうん、おすごい、なんだっけ、あの美容院行って何してるのって言われて、うんうんうん、と思って、まあ、とりあえずフリーターですって言ったんですよ、うん、なんかあんまりアイドルしてますとかめったに言わないんですよ、うん、言わない、言わない。それで、うん、フリーターですって言ったら、うん、どこでとかいろいろ聞かれるじゃないですか、うんうん、でも土日とかクリスマスとかって忙しいでしょって言われて、うんうんうん、でも入ってこっちにいるんで、あの入ってないんで分かんないんですって言ったんですよ。うんうん、あんまり出勤しないんです私って言ったら、うんうん、フリーターなのに出勤しないのそういう時大丈夫って言われて、うん、なんかしてるのって聞かれちゃって、うんうん、なんか答えなきゃと思って、うんうんうん、ちょっとダンスをたしなむ程度やっておりますって言ったんですよ、うん、そしたら、うん、ダンスやってんのすごいねってなっちゃって、うん、盛り上がっちゃって、なるなる、なんかそれでもっともっと聞いてくるんですよ、うん、美容師さんが、うん、それで何踊ってるのって言われたんで、なんだろうって、うん、一生懸命考えた結果、うんうん、ガールズヒップホップって言葉が出てきたんで、うんうんうん、私ガールズヒップホップをやっておりますって言ったんです。かっこいい、かっこいい。そしたら、うん、でもガールズヒップホップが分かんないんですよね、うん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 、私もあんま分かんないんですけど、分かんないね。それで、うん、何の曲に合わせて踊るのって聞かれたんですよ、うんうん、なんか例えば何みたいな、うんうん、なんかで考えたんですよ、アイドル教室の曲で何が伝わるんだろうって、うん、私思って、うん、出てきたのが、うん、寿司食いねだったんです。だからもう寿司食いねしか一般の人にはきっと伝わらないと思ったんですよ私は。だから私はその人に、うん、寿司食いねを踊っておりますと伝えました。すごい。そしたら寿司食いね踊ってんのって言われて、でそれは先生と か, なんか発表の場とかがあるのって聞かれたんで、うん、もう特にないですっていたんですよ。やばい。ということはですよ、うん、私の設定が20歳フリーターで、うん、対して出勤もせずに、うん、発表のする場もないのに寿司食いねを練習して過ごしている、なんかちょっともうダメ人間みたいになってしまいまして、はい、そういうことです。すごい、すごい、面白い、そういう設定になってしまったんです。すごい、はい、これが私の話です。面白い、面白い、すごいぞ、はい、面白い、すごい、面白い、すごい、何か分かっちゃうんだ、失敗ないよ。大事なのは君が見て僕がいること。仲間なんだ、いつだって離れてたっていつも行こうって、その不安になっちゃうのも分かっちゃう。でもでもね、明日は分かんないよ。MVS 最も滑らない人は森崎千秋ちゃんでした。